総の書は19世紀フランスの自然主義作家エミール・ゾラによる全20作で構成されたライフワークの作品群単にルーゴン・マッカールとも言う。本総書はフランスの文豪エミール・ゾラのライフワークであり、ゾラの唱えた自然主義文学理論の実践である。ゾラはダーウィンの進化論やクロード・ベルナール実験医学研究所説の影響を受け、 自然主義文学を構想、理論化する。その具体的実践として、本草書が企画、執筆された。理論的論文としては後に、実験小説論が執筆された。本草書は、バルザックの人間喜劇に匹敵する文学的世界を築き上げようとの試みである。当初全10巻の予定で構想されたが、拡大され、最終的には全20巻となった。 バルザックと同様の人物再登場手法を採用しているが、それぞれ作品のつながりは人間喜劇の場合に比べると極めて弱く、内容的関連はほとんど存在しない。戦前は改造者、春陽堂、天遊者、新潮社、大和文学、アルスから一部が出版されていた。これらは1999年から順次、吉江高松監修により、本の友者から、 ルーゴン・マッカール総書、セレクションとして復刻されたが、入手困難となっている。戦後は、1953年に、岩波文庫から15冊目、第一、角川文庫から1958年に10冊目、ゴッタに、1959年に、第8冊、禁断の愛が出版されているが、入手困難。2002年より、論争者で、小田光を焼くと、 伊藤恵子役が、刊行開始、2009年に13冊目、ウージェーヌ・ルーゴン閣下が刊行された。同時期間の藤原書店、ゾラセレクション全6冊、ちくま文庫のセレクションなどと合わせ、新役がほぼ揃っている。第二訂正下における一家族の自然的、社会的歴史という副題からもわかるように、本草書はフランス第二訂正下の社会をすべて、 描き尽くそうとする野心的な試みでもある。登場人物も1200人を数え、ルーゴン・マッカール家の者たちも、国務大臣を務める政治家からパリの選択を生で、当時のフランスにおけるほとんどすべての社会層に及ぶ。当時、ロシア文学とともに、世界の文学シームを主導していたフランスにおける自然主義の勃興は、当然のように世界中に影響を与えることとなった。 エミール・ゾラの項も参照。日本語訳の記載がない署名10冊は論争者、ルーゴン・マッカール総書で刊行。映画化された作品も多い。ありがとうございます。